エク・ラルナカ FC はキプロスのラルナカをホームタウンとするサッカークラブ。1994年7月18日、ペゾポリコス・ラルナカと EPA ・ラルナカが合併し、エク・ラルナカが創設された。クラブカラーは緑と木であり、エンブレムにはアテナイの将軍、鬼門がデザインされている。1927年に創設されたペゾポリコス・ラルナカは、 1953から54、1987から88、シーズンにキプロスファーストディビジョン優勝、1969から70シーズンにキプロスカップ優勝を果たした。また、EPA ラルナカは1945から46、1946から47、1969から70、シーズンにリーグ優勝、1944から45、 1945から46、1949から50、1952から53、1954から55シーズンにカップ優勝を果たした。クラブ創設10周年の2004年、2003から04シーズンのキプロスカップ決勝で、アエル・リマソールに2-1で勝利し、新しいクラブにとって初となるタイトルを獲得した。2011年、 2011から12シーズンの UEFA ヨーロッパリーグで本大会に進出した。1994年から2016年までホームスタジアムとして使用していたネオ g s z に代わり2016年10月から行くアレナをホームスタジアムとして使用する。ありがとうございます。